にちは。今回はこの新しいスバルのクロストレックをですね、公道で試乗します。ぜひ最後まで見てください。やっぱセダンというかこれクロストレックで少し車高高いけど、SUV とは違いますな。違いますね。これエンジン86のエンジン FB20 ですから、今 2.4 ですけど前のですね。前の86と一緒。前のってことですね。それ FB 系ですから、アイサイトで走ってみます。 SUV っぽくないですね。最低地上高はこれ200ミリちゃんとあるんですけど、エンジンのうなり音自体が少なくて、そうな、軽やかで、そう、全然スバルのバサバサ音も当然ないし、いや快適ですね。お、素晴らしい。エンジン止まるのもね、結構綺麗に、綺麗に止まりますね。お、マナーが随分良くなりましたね。やっぱり e ボクサーは初期の頃はエンジンスタート、振動しましたけど、振動が結構大きかったのと引っかかりが多かったんですけど、全然ないですね。ブレーキとシャシーがすごく良くて、でエンジンパワーは少々物足りないぐらいだけど、完全にシャシーがかかってる分、車の運転自体は楽しくって、で特にブレーキ、良かったですね。良かったです。電動ブレーキブースター、ごめんなさい皆さん、さっきの 10.4 キロ嘘でした。ほうほう、全部の燃費でしたので、今リセットしてずっと走らせていたら、今 14.9 でですね。おお、上り坂ですけども、いや、いろんな意味でこの車はもう盤石ですね。なんか取り立てて悪いことを言うところもない、でもさ、はい、これいる？まあいらないと思います。車小さく感じる、小さく感じる。でね、いい車感がありますね。いい車感が、乗り味がすごくいいですよ。これは多分2ピニオンの合成しっかりのステアリングが効いてるの、効いてますね。シートはなんかこう上の部分の体のズレがないみたいな、そこ狙ってるって言いました。全部いいですね。背中の部分が柔らかいね。そうそうそう。でこれなんでかって聞いたら、結局その体って筋肉を支えてもダメで、骨格を支えないといけないんですって。だから表皮が柔らかくても、当たりが柔らかくても、フレームがしっかりしてれば、腰骨とか支えてれば、それで OK らしいんですよ。だから新しい考え方みたいですね。体幹の筋肉が緩くなってくると、やっぱり乗り心地に対してのイメージ変わるんでしょ。変わりますね。前に志村さん言ってたけど、すごく変わりますね。もうこれは車だけじゃなくて、オートバイでも船でもみんなそうです。まあ、バイクなんか特にね。いや、もう本当そうですね。操縦に関わってくるけど、関わってきます。だからそこのところがシートで幾分軽減されるというか。そうですね。そうですね。まあだから簡単に言うと、運転の上手い人の隣だと酔いにくいのと一緒で、体が支えられてれば、動きが少なければその分ね、楽に移動できますよね。もう当たりがいいな。いいですね。滑らかです。滑らか。まだ30キロとかそのぐらいの速度ですから。ほとんど静かです。これエンジン86のエンジン FB20 ですから、今 2.4 ですけど前のですね。前の86と一緒。前のってことですね。そういう BK ですから、すごいスッと出る。やっぱりここは e ボクサーですね。いや、やっぱセダンというか、これクロストレックで少し車高高いけど、SUV とは違いますな。違いますね、やっぱり。この手をこう作り慣れてるから、海外では94年、日本でも95年からグランドワゴンってレガシーでね、あれしますから、もう28年、29年、この手を作り慣れてるので、うまいですよね。 SUV っぽくないですね。最低地上高はこれ200ミリちゃんとあるんですけど、割と目線も低めだし、そうそうそう、目線とヒップポイントってなんか日本人というか、その身長に応じて最適な値があるみたいなんですよ。シート高というか最低地上高ね、ヒップポイント、地面からお尻の位置っていうのは大体600ミリから650ミリぐらいの間にあると乗り降りもしやすくて、
こう周りが見やすいっていうんですよね。西村さんの身長というか座高だと、はい、上20センチありますね。そうですね、僕今シートだいぶ上げてるので、どの車でもシートをかなり上げるので。あ、そうですか、はい、でもこんだけ余裕があるんですよ、うんうん、だからアメリカで売っても大丈夫ですね。全然全然180センチ、190センチ、100キロ以上の方でも全然いけるでしょうね。スウェーデン生まれのリリコは身長172歳あるんですけど、スウェーデンとのあだ名チビだった。あ、スウェーデンだとチビなんだ。あの一番平均身長が高い国って例えばオランダって言われてるんですけど、オランダでね、前ね、あのダイハツのミラー売ってたんですよ。平均身長が一番高い人たちがミラーに乗っていたという。だから SUV って言ってももう名ばかりというか、うん、オフロード全然行かない人も多いわけだから。そうそうそう。で今回のこのクロストレックとそれからインプレッサに関しても、はい、そうだけど、やっぱり FF モデル作っていて、うん、FF も3割ぐらい売れている。そうなんですってね、これ意外でしたね。っていうことで従来のスバルユーザーでもそんなにいらねえんじゃないのっていう人もいるんでしょうね。確かにね、やっぱりスバルの AWD って豪雪地帯、豪雪地帯の方々に信頼性が高いですけども、うん、そのなんていうんですかね、スバルの車作りの良さをもっと気軽に味わいたいとか、あとは都市部でね、雪降ったら乗らないよって方も多いじゃないですか、うん、その場合はね、やっぱり価格も随分安くなりますから、 FF モデルっていうのはありますよね。特にあの、まあ、クロストレック XV、まあ、ベースのインプレッサもそうですけど、うん、初代からやっぱり FF モデルをちゃんと用意してましたもんね。うん、お、素晴らしい。止まるのも、ね、結構綺麗に綺麗に止まりますね。お、マナーが随分良くなりましたね。やっぱり E ボクサーは初期の頃はあのエンジンスタート、うん、振動しました時に振動が結構大きかったのと引っかかりが多かったんですけど、うん、全然ないですね。仕組みはあの1個前の e ボクサーと変わらないらしいんですが、制御を大きく変えてるんですって、うん、だからこんなに滑らかに、まあ、最近の車はソフトウェアでどんどん良くなりますからね。アクセル回路とか見たら出ます ね、 出てね、うん、誰がいつ見てくるってドライバー俺見てたらない助手席に教官が乗った時ですからね。でこれでだから旦那は奥さんの運転でお前燃費悪いよとか言って、そうするとうるさいよあんた横にいるタワーって夫婦喧嘩の音になっちまう。クルーズコントロール加速レベル選べるんですよスバルは最近のやつは。うん、前の車に追っかけるやつはダイナミックにして、そうです、でダラーっとやってるのはエコってことですね。そうですね、最大の加速値は一緒なんですけど、うん、その最大の値に行くまでに時間がこう短くなるのがダイナミックです。当然だから燃費が悪くなる。あ、そうですね、うんうん、いやーでも静か、本当に静か。この車ってあのこの屋根のあたりに遮音材入れてるんですよ、で音っていうのが疲労感と大きく影響してるっていうスバルのここ15年の研究の中で結果が出ていて、うんうんうん、でその今言ったここにそのルーフのあたりの、いわゆる音をこう吸音する機構が入ると、まあ、素材でそうしてるんですけど、高級な車に乗ってるように感じるらしいんですね。でスバルのあの安全運転だとか四駆のシステムを作ってる小暮さんっていうエンジニアがいるんですけど、はいはい、その方曰くその例えば助手席に乗ってる時に耳を両手で塞いでみてくださいと、ずいぶん静かになりますよね、うん、そうするといい車に乗ってる感が出ますよって言うんですね、うんうん、だいぶ違いません？全然違いますね。いや、いい車ですね、すごく乗りやすい。パワー感どうですか？まだ全然アクセルコイルこれで見ると 20% しか踏んでませんけど、うん、もうね十分です。逆にこの回路が低い時ほどモーター出力のアシスト比率が高まるから、うん、相対的に、うん、だから力強く感じるんですよね、うんうん、スッと出る感じですよ。あの力強いっていうよりも踏んだ分だけスムーズに出るっていう感覚。なるほど、はい、これもやっぱり先ほどの小暮さんに言わせると、車の音遅れっていうのがその0.1 秒とか 0.2 秒あるらしいんですよ、ここをうまくコントロールすることでいい車感っていうのが出るんですって。体に触れる部分もなんか気使ってあってね、うん、これだからトップグレードのあれ4だから、まあ、300万円ちょっと、これ320万ぐらいかな、うん、サクラより安いんだよスバルはでもあの何段階かに分けた安全をこう考えていて、一番やっぱり大切にしているのがゼロ時安全っていうんですね、うん、
わかります？ゼロ時安全って。運転してない時の視界だとか操作性だとかっていうところらしいです、確かにルームミラーから見ると後ろちゃんと見えるし、当たり前のように言えますけど、最近のかっこいい車ってルームミラーから後ろ見づらいじゃないですか、あとドアミラーの鏡面、鏡の面積が大きかったり、その辺ってやっぱりいろんなその体験の人が乗った時に外が見やすいっていうのが大きいですよね。まあでも格好もね、すごく今回の車大事だって言っているし、そうですね。それからあとミラーを見る限りは影響ないんだけど、でも絶対的な荷物の搭載量はこの屋根がスラントしている分、やっぱり昔のレガシーとかね、そうそう、ああいうイメージで考えると搭載量は減っちゃってるとは思うんですよね。確かに昔のやつは2段ルーフで後ろ高くなってましたからね、さらに、ね、そういうところで今風のワゴンっていうことが、はい、まあ本当にワゴンをいっぱい物を積むっていう対象で使ってる人にはどう見えるかな。そうですね、そこ大きいですよね、さあ今ここまで来ましたけども燃費どれぐらいだと思いますか？ちょい乗り、まだ 7,8 キロです。確かカタログだと16キロ前後だった、ね、そうですね、大の大人が3人に機材を満載して、まあ、8.9 とか910.4 です。ちょい乗りどころですよ。悪くない。どんどん伸びていってます。それでこれはノーマルでしょ、レギュラーガソリンでしょ。そうです、レギュラーガソリン心強いです。ごめんなさい皆さん、さっきの 10.4 キロ嘘でした。ほうほう、全部の燃費でしたので、今リセットしてずっと走らせていたら、今 14.9 でですね。上り坂ですけども、さあコースティングになってます。エンジン止まってます。ここからは下り坂だからもっと伸びていくと思いますよ。 13.3 ガソリン代下がる気配ないですからね。いやこの先は長期的に上がってくると思いますよ。まあ、燃費のいい車が一番いいですね。楽しくて燃費のいい車ね。そうそう、今回のワードはファンという、まあ、ずっと追い求めてきたっていうから今はさらみたいなことなんでしょうけど、楽しく走れる車。そうですね。で試乗感も楽しんでくださいっていうのを盛んに強調していたので。おっしゃってましたね。でも今ゆったりと景色を見ながら会話を楽しむっていう点ではすごく車が貢献してる。最近思うんですけど、快適な車の定義って少し変わってきたと思うんですよ、昔はその路面が荒れたところだともう体にこう振動を伝えないっていうのがね、高級ってイメージがやっぱりあったと思うんですよ、でも最近ってそうじゃなくって、車の動きを一つに集約するっていうのは高級車の証だっていうんですよね、どういうことかっていうと、アクセル踏み合う後ろにのけぞるし、ブレーキ踏み合うも前にグッとくるじゃないですか、カーブで横に傾くと、もうそれを全て車のその上下動に集約しようって、で上下動を一つにすると、まあ人なんかほらよく歩いてる時なんか上下に動いてるけど目線ブレてないじゃないですか、脳内変換してるんですよね、でそれで慣れてるのでやっぱり移動していて上下動だけっていうと疲れにくいんですって、マツダの CX-60 もそうですけど、今乗ってるクロストレックもそうですが、やっぱその辺を考えていくとクラスを超えてやっぱり上質な走れっていうのはこう今もう実現してきてるんだなと思いますよね。人間研究をするとまだまだあるのかもしれないですね、もうここスバル2000年代に入ってから車の基礎開発を研究して、まずはボディの剛性を固めることをやってったんですね、で2010年代からは人を今度研究して人がどう感じるかっていうことを、まあ、重きを置いたっていうんですね。で2016年に初めてインプレッサでスバルグローバルプラットフォームっていうものができて、そこからようやく人にこう機械を合わせていくという、機械を良くして人を知って今度は人に合わせるために機械を変えていくという、こういうこのサイクルで車がどんどん良くなっているんですよね。いやでも本当にいい車だ。スッと乗り込みやすいのがいいですね、足がスッと出るしね、ここも幅が狭いので、足がスッと出る、ドライビングポジションもいいですね。あのね、車がすごいタイトというか、その小ぶりに思える、操縦しててもそうだし、まあ実際乗っててもすごくこう、なんていうのかな、ピシッとちっちゃくまとまってる感じです。まあ、この辺でこのレイワークなんかと共通で、上級者のやっぱりこうパーツが使えてるから、一番いいのは僕すごいすごいなと思って、このスイッチレイがねしっかりとねしてるので、はい、あとはレイワークの一緒の奥型のディスプレイ、機能面すごい語れないぐらいたくさんついてて、ついてます。スティアリングスイッチもらいっぱい大好きなスティアリングスイッチ、ちょっと俺使いこなせなくなっちゃうぐらい
ギアリングヒーターまでついてるもんね。そう、すごいよね。しかもあとカメラ今回3つついてるしね、うん、3つですよ、3つ。その iPhone も3つだけど、これも3つ、うん、で広角になってて、はい、であの信号とかっていうか歩道からこうやって道に出るときにバーッとバイクが来たりとか自転車が来たりとか、そうですね、交差点の右折の時にちゃんと見れたりとかしますからね、うん、これ大きいです。この色は気に入りました。あと乗った感じも良かった。お、うん、あの確かにハイパワーではないんだけども、うん、扱いきれる、うん、まあ、スバルは最近よく言うのは、まあ、シャシーはエンジンより速くて1世代前のメルセデスと一緒ですけども、うん、ともかく安心して個性の使い切れるというところが僕は一番気に入りました。僕はね、そこにもつながることとして、うん、ブレーキとシャシーがすごく良くて、うん、でエンジンパワーは少々物足りないぐらいだけど、うん、完全にシャシーがかかってる分、うん、車の運転自体は楽しくって、で特にブレーキ、うん、良かったですね。良かったです。電動ブレーキブースターと、うん、ところでこう、ね、踏んだ瞬間にリニアにこうスッとやつが立ち上がって、うん、もうあの滑らかに車体が沈み込むように減速して、あらかじめ計算されているので、うん、やっぱりそういつでもどこでもスムーズ。今日はあの舗装路でしたけど、これやっぱね、あの新高地は雪道だと思いますよ、うん、路面状況悪くなるとスバルの車はみんな人気高くなるのは、うん、そこですよね、うん、車の動きが予想できるので安心してずっと運転できる、うん、これがやっぱり今回のスバルの良さの一つだったなと思いますよ。ということで皆さん乗って楽しい車、荷物を積んでどっかに行くってことでもいいし、ここルーフレールもちゃんとあるしいいですね、うん、はい、車が変わりました、はい、西村さんツーリングになりまして、はい、グレードがちょっと、はい、真ん中というかですね、はい、さっきより下のグレード、さっき18インチだったけど今ね17インチ225-60R17 です。うん、僕はねそんなに悪い感じしないですよ。僕はあのブヨブヨするタイヤ好きだからブヨブヨ系一応ここから踏んでみますね。はい、踏みました。お、なんか段付き加速だな。 S i ドライブが今 2-I になってるので、うん、S にするとスポーツにと違います。これでスポーツ、そうするとだいぶ段付きが上がる。段付きがあったのはそういうことですね。そういうことです。もう一回行きましょうか。60キロからあ、ピックアップが明らかに良くなりましたね。助手席でも入ります。で、そもそもこのエンジンのうなり音自体が少なくて軽やかで、そう、うん、全然スバルのバサバサ音も当然ないし、うん、いや快適ですね。車音性が高いんですね。高いですね。あの走ってる車といつものスバルなんですけど、うん、中にいるとめちゃめちゃ静か、うん、びっくり、うんうん、あとねここにスイッチが正直山ほどついてるんですけど、ついてますね、そこら辺のところはねやっぱり操作性は悪くないので、うん、慣れりゃいいんだろうなって。そうですね。アイサイトで走ってみます。ここら辺のところもレヴォーグと比べるといろいろと変えてあるんでしょうね。あのレヴォーグから変わってます、アルゴリズムで、うん、今回はさらにあのそこをクロストレックより変えてきてるので、うん、実はねあのインプレッサとクロストレックで最低地上高70ミリ違うじゃないですか、はいはい、でやっぱりそうなってくるとおのずと車高の位置も変わってくるので、このアイサイトのカメラの位置も変わってくるんですよ、はいはいはい、だからそれぞれにちゃんとセッティングをしないといけないんですね。なるほどね、うん、あの僕ね、レヴォーグで首都高をほぼ、ACC だけで走り切れました、うん、お素晴らしい。ハンドルの補正とかしなくても、あ、うん、あんだけ濃厚な外周ですけどね、はい、あんだけの、 あの環状の外周を走れるっていうのすごいですね。そうですね、うん、でこれで、ありましたよね、はい、クルーズコントロール加速レベル、ダイナミック、ダイナミック、あ、加速しますね、うん、うん、加速の形、感じが変わる、うん、実はスバルは、うん、S i ドライブが入った2006年のレガシーから、うん、ACC との加速の変更って入れてたんですね。東進メーカーは2010年あたりからなので、実はスバルもちょっと早くなるほど、はい、でもさ、はい、これ犬まあいらないと思います右足で踏み出しゃいいんだもん、足んなかったらで、うん、それでいいんですよ。これだからなんかこう、うん、さあすごいメカ好きの人に受ける要素なのかもしれないけど、そう、うまい使い方あるんだったら教えてくださいって感じですね。そうね。でもほらビジネさん、これアクセル回路とかこういうのは面白いでしょ。そこは面白いですね、うん、これたまに見ると、たまに見るとね、うん、
雪道行くとこの勾配っていうのは割と便利ですよ。なるほど、うん、どれぐらい食らってるんだ。風切り音がすごく少なくないですか。少ないです ね、うん、あと走行ノイズも少ないし、少ないし、こんだけ車高の上がってる車だから下通る風もあるんだろうけど、はい、そうか、うん、その辺のところもタイヤだってオールシーズンタイヤだからサマータイヤに比べてね、うん、ロードノイズは大きくなる傾向ですよね。そうでしょうね、うん、いや、いろんな意味でこの車はもう盤石ですね、うん、なんか取り立てて悪いことを言うところもない、うん、こういう車の場合はきっとその路面関係が悪くなった時に、うん、とっても進化発揮するんじゃないですかね。そうですよね、うん、まあこの辺のなだらかな道を、うん、あの制限速度でもちろんね、うん、走ってるだけでは、はい、なんかその良さっていうのは実は半分ぐらいしか伝わらなくて、そうね、うん、大雪の日にどっか乗ってった時にああこれでよかったっていう車なんじゃないかなとは思います。そうそう。